皆さんこんにちは、キユウです。今回は東海道線の改札内にある立ち食いそば屋さんを訪れていきたいと思います。東海道線は東京から神戸までのとても長い路線なので、今回は静岡県にある沼津という駅まで行きたいと思います。今回はかき揚げなどの揚げ物を乗せたそばを食べていきたいと思います。
Thank you.
験中です。西のコロッケそばください。
天ぷらそばです。はい、というわけで沼津駅まで駅そばを食べてきました。その地域でしか味わえないようなそばがあったり、ホームにむき出しの状態で食べるお店もあったりして、いろいろな発見があり楽しかったです。